3対3、12秒身の回転となっていまして、後半戦の勝負がけ第7レース、残り10秒切っています。1番2番3番4番5番6番の3対3の枠なり、2秒1秒、今スタートしていきました。コーススタートはダッシュ勢から5コース6コース5号艇6号艇4号艇も出ていきますが、1番け、まずは絞っていってまくっていきます。5号艇の佐々木大河、その懐くるっと1号艇キャビッタが後ろ、2号艇4号艇あと6番3番でバックスリッチはまくり切った5号艇の佐々木大河です。そして現在の2番手ですが、1号艇の北村誠司、わずかで2号艇6号艇4号艇偶数艇、1番後ろが3号艇の石野孝之、なおスタートは正常でした。ライン端マークトップで回って5号艇の佐々木大河、そして2番手1号艇回った懐4号艇が攻めて、あと6番2番ですが、2番手はわずかに1号艇内から6号艇の重内接近でレーサー20名とあります。さあここはまたもや後輩と先頭にはまくった5号艇の佐々木、現在2番手1号艇の北村、わずかに6号艇の重内圭介、2周目で立ちたんマーカー先頭5号艇2番手1号艇回った懐6号艇の重内攻めてきますが、1号艇の北村誠司が2番手、3番手6号艇の上位が516、先頭と2番手ら20メーターほど、その後ろ2停進ほどでは6号艇の重内3番手、あとは水が入っていって4号艇2号艇が接戦状態、最後方に3号艇遅れまして石野孝之です。今第2ターンマークは先頭が5号艇の佐々木大河、2番手は1号艇の北村誠司、そして3番手ですがここ6号艇の重谷圭介、上位が5号艇1号艇6号艇516で最終周回へと入ります。ラスト1周先頭には5号艇の佐々木大河、ここはダッシュの5コースからトップスタート一発決まって、2番手1号艇の北村誠司、3番手には6号艇の重谷圭介、最後のバックスレジェと入っていますが、上位が5号艇1号艇6号艇516で固まって、後ろは水がいてって4号艇2号艇3号艇の順になっています。さあオッズ2連単ですが595倍ちょうど、3連単ですと3058倍となっていまして、ここは出ました大波乱となっていまして、30万周が飛び出しました。ここは大波乱の5165号艇の佐々木がまくって後輩提供、先頭5番ゴーリー、1番ゴーリー、6番ゴーリー、4番2番ゴーリー、3番がゴーリー。